モトスコキャンプ場にやってきました。今日の宿泊場所を確保しまして、タープを立てているところです。今日はお盆休みの、2日目とありまして、非常に混雑をしております。もうこの場所を見つけるのもかなり苦労してやっと見つかりました。日向でちょっと場所的にはあまりよろしくないんですが、日向のタープは慣れているので大丈夫です。ディスク大会で慣れているので大丈夫です。そして今日はこの間コストコで買ったウィーバーのバーベキューコンロを使いまして、アメリカンバーベキューをしてみたいと思います。ふーちゃん車入って、とりあえずはこの後スモークをするためのなんかスモークの木、なんていうの、チップ、ウッドチップ、水にさらしてます。これどれぐらいの量やればいいんだろう。違う、ウッドチップの量、この、よし、じゃあ、で、これがコストコで購入しましたウィーバーの、なんだっけ、火をつけるやつ。これがナチュラルライターキューブ。これで、これは着火剤、ガタケンのところ。ディシーラブル、ディシーラブルって書いてある。あ、ここから開けるのか、ここから開けろってことかな。あ、こういう感じなんだ。お、え、これ2つ、え、これ1個か。いくつ使えばいいの？確かあのカーメン君はさ、これ3つぐらいって言ってたよね。早速オープン。ちなみにこの蓋はちょっとサボっておきます。ちょっと3つぐらい、あ、3つぐらいってやっぱこれでかいと思ったら、これが2つだ。なので多分2つで十分かと思います。ん？これどうやって開けるの？この紐を引っ張ったら開きそうな気がするけど開きません。これどうやって開けるの？これ切ればいいんじゃない？これハサミだよね。ハサミで切れるの？もうすげえ、これこれやったらバッター、あ、すごいベロベロって切れちゃう。こんな感じでこのブリケットというやつ、素人がホームセンターで買ってきたやつを今オープンしてという手たらくです。やばい、これ手袋ちっちゃそうじゃない？あ、大丈夫だ。これからブリケットに火をつけたいと思います。火のつけ方は、なんていうんだっけ、これファイヤースターターみたいなやつをこの釜のところに置いて、下に火を置いてブリケットを、ちょっと入りすぎた。多分ブリケットそれぐらいと、オガビンチョウタンってやつも、これが長持ちするらしいので、入れてみたいと思います。これ、さっき、そのもんでいいのかな？ちょっと、まずは火をつけないことには、バーベキューの準備が始まらないので、火をつけたいと思います。これ
これがあると簡単に火が左に回すとガスが出ますのでパチンとやるだけで火がついたと思いますので、その中を覗いてみるとモヤモヤして燃えている様子がわかります。ちょうど受付をして帰ってきたら火がついてました。温めたいと思います。結構多めにかけるのがコツだということで、お、多すぎじゃない？初戦パイ型は出ました。今日はですね、この炭は半分の感じにで、片っぽは強火、片っぽは弱火というような形でやりたいと思います。はい、はい、ちょっと佐賀牛の3センチ厚ぐらいの肉を焼いてみたいと思います。ジューって言うはずなんですけど、ちょっとさっき一回網を取っちゃったのでジューと言います。斜めに ピーマンを丸ごと食べると美味しいらしいので丸ごと焼いてみたいと思います。こっちでお肉さんに温まってもらいながら、こっちの方でお野菜さんは、それで忘れてた、今日の目玉は桜の木のスモークです。それを炭の上に置くと桜のいい香りがするはずということで、今日は初スモーキングやってみたいと思います。刺した感じはもう水分が抜けた感じです。うん、お焼き鳥だけど美味しいね。ではこのピーマン、なんかパリパリ言ってるピーマンで、これさ丸ごと食べるやつなの？うん、めちゃくちゃうまい。ピーマンじゃピーマンじゃなくなる。本当？うん、やっぱり食べ過ぎて焼くだけで美味しくなるよね。みんなめっちゃうまいか。うん、うん、生
べて、あいつが一つ食べます。ちょっと待って、これ美味しかった。